はい、よろしくお願いします。ニチでございます。というわけで、テニスまたちょっとね、一からちょっと学び直してみたいなって思うことあると思うんですよ。最初結構我流でやっちゃったりとか、最初結構トントン拍子でレベルアップしていったから、ちょっと基礎的なところあんま習ってないなみたいな感じのところ。今日は全く同じ悩みを持つスポーツトレーナー、川越トレーナーと、ちょっと一から学び直してみようみたいな感じで練習をしてきました。では行ってみましょう。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。今日ちょっとT シャツを忘れてしまいまして、お互いちょっと真っ黒な絵になっておりますけども。すいません。はい、すいません。ちょっとね、思わず忘れてきたので、今日はこの色合いでいきたいと思いますけども、新シリーズでちょっと一から学び直したいシリーズみたいな感じで、始めたいと思います。はい、まあ、川越トレーナーもテニスは随分前からやってたけど、ちょっとブランクがありながら、うん、最近初めて。で、いろいろね、そのテニススクールの練習ってどうなんですかみたいな悩みを聞いてたら、まあ面白くなったんで、そのテニススクールシリーズのちょっと動画を撮ってたんですけど、まあそこからそのまま派生して、またちょっと一からチェックして、はい、まあ久しぶりなんでね、1年以上空いてるので、まあせっかくだったらちょっと基本的なところから、そうですね、もう一度やってみようかなという感じで、進めていきましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。まずじゃあ、今日はフォアハンドストローク。はい、でいきたいと思います。グリップ、うん、どんな感じで握ってますか？グリップ、はい、こんな感じですかね。お、なんて言うんですかねこれ、はい、こう、まあ、ウエスタングリップぐらいですかね。厚い握りで、これ自体は全然悪い握りではない、その、はい、今ベーシックな男性が使ってるグリップだと思いますけど、じゃあ握るとき、うん、どうやって握ってますか？握るとき、握るとき、もうこうですなるほど、はいはい、ちょっとねポイントをいくつか言いたいと思うんですけど、まずグリップを持つときに大事になるところですね、うん、はこの手のこの背屈です。この後ろに手首って倒れると思うんですけど、はい、この形がインパクトの形なんです、はい、テニススクール最初行ったときに、はい、ボール次やりましょうみたいな感じでやりませんでした？こういうやつ、はいはい、こういうやつ、これなんでするかっていうと、はい、ここのこの角度のイメージを作るためなんです、はい、あ、そうなんですか。あれボールって絶対こうやって使うでしょつかないですね。つかないでしょ、はい、だいたいまあこうじゃないですか。あ、そうですね、はい、これそのままインパクトの形なんですね。あ、なるほど。ですからグリップを握るときも今みたいにパッて握ってしまう、はい、ここが伸びたまんまパッと握ってしまうと、はい、うん、これどちらかというとどうですか、手のひらのこの下の部分とこの上の部分やったら、今の川越トレーナーの握り方を見るとこのちょうど人差し指の付け根のあたり、うん、ここが一番当たってません、はい、そうです、はい、こっちが浮いてません。どちらかというとですよ、完全にでもそうですね。どちらかというというか、もう完全にそうですね。完全にそうですよね。はい、完全に。小指なんなら上がってるぐらいの感じですね。小指上がってますもんね。はい、完全にこういう感じで握ってる方結構多いんですけど、うん、じゃあこの上で、この上の3本指ですね。人差し指、中指、親指で握ってるパターンと、うん、小指、薬指、親指で握ってるパターンと、はい、これどっちがボール付きの時に力が入りやすいかってことです。はい、ちょっとやってみてください。じゃあ上からいきましょうか。上3本指。上から。はい、はい、じゃあ下、薬指、小指、親指で、完全にこっちですね、うん、完全にですよね、はい、完全にこっちの方がラケットのコントロールしやすいですよ、うん、はい、ですからこれグリップを握るときに、まあ、薄さ厚さ当然あっていいと思うんですけど、うん、これはもう今のは厚さで全然 OK です、はい、ただ握るときに体の前にまずこういう感じで置いて、ちょっとこう背屈ですよね、この、はい、これが使える場所、後ろに倒したまんまこう握れる場所に置いてあげて、はい、でボール突きができるぐらいのインパクトの高さに置いてあげて、この小指の方というかこの下ですね、うん、こっちの方です、この上じゃなくて下の方からこう見せたら分かるじゃないですか、こう当てて握っていってあげた方がいいです。あ、なるほど、はい、だいぶ感覚違うでしょ、今までの持ち方と、ね、はい、こっちの方がラケットっていうのはコントロールがしやすいです、うん、ここだけでもだいぶ今ちょっともうボール打ちたい気分でしょ。打ちたいですね、はい、てか今までと全然違いすぎて、はいはい、感覚がね、はい、うん、このあたりもまあ久しぶりにまあ始めるってことなんで、はい、ちょっと最初に変えておくとだいぶ印象が変わってくると思います、はい、よく言うそのヘッドを走らすみたいな言葉ってあるんですけど、はい、まあ、その基本になるのがここのこの脱力なんですね、うん、これがうまく入れた方がいい。これ絶対こっちでしょ、力入ってるの下の方の指ですね、支えてるのは、はい、これ上で支えるとグラグラして、うん、はい、いかないですよね。脱力っていう感じではないですね。ないですね。こういう感じで、こういう感じで握ってあげると、ここからここを中心としてこうヒュッてこう走らす感じもやりやすい。楽に握れるから、はい、あんまり力まなくてもこう持たなく、離れないからいいですね。力も抜きやすそうです。
もう今日これで終わってもいいぐらいですよね。ありがとうございました打ちましょうか。でちょっとそのまま打っていきましょう。よし、じゃあ実際に打っていきましょう。はい、いきます。よいしょ、 OK です。はい、はい、じゃあ今のところからいきますね。前回のミニラリーの動画でもあったんですけど、どうしても川越というのはやっぱりこう振り遅れやすいんですね、うん、で、はい、ボールが速くて遅れてるっていうよりはしっかり見えてるのに、うん、なぜか差し込まれてしまう、ね、ここの後ろのこういうアークって言われる、はい、ここのラケットがちょっと上がって下がる動きの部分ですね、ここのタイミングがやっぱ気持ち遅いっていうところが一つと、はい、あとはここの最下点から出していくところですね、はい、ここのところのポイントをもう少しラケットがしっかりボールと当たるように出せた方がいいと思います、はい、で意識するのはラケット今グリップを持ってますね、ここを持ってますけど、はいはい、ここを持ちながら今多分川越トレーナーが動かしてるのってここなんですよね。すごく先っぽを下げて上げてっていう作業をそんな感じでやってます。すごくやる、はい、多分こう目をつぶってテニスのスイングをイメージしてってやると、はい、こういうイメージが多分すごく強いんで、かなり強いですね。先っぽを下げて上げるっていう動きが強いんですけど、はい、コントロールするべきはここを持ちながら、はい、この当たる場所あるでしょ、当たる場所の上と下です、うん、上と下、あ、なるほど、はい、今多分ここをこうやって握られたら、はい、この手のひらにここを触られてる感覚って触りますよね、うん、なんとここやったら先っぽって分かります、先っぽですよね、はいはい、ここですよね、ここです、あ、このここを上と下を、はいはい、まあ、横のカメラから見ると同時に出してくればボールは必ずしっかり当たってくれるんです、はい、これが上先行でもダメだし、はい、まあ、下先行はないと思います、はい、あとはこのラケットヘッドばっかり気をつけてると、はい、こういう入り方をしてしまうんですね、はい、うん、じゃなくてボールに対してこう当てるイメージを持ちたいです、はい、こう当てるイメージを持ちです、うん、けどじゃあここで捉えたいと思った時にどういう感じでどこに後ろを持っていけばちょうどいいかっていうのを、はい、うん、巻き戻しのイメージでちょっと作ってみましょう。どうやって後ろに持っていけばここに出てきますか。こうですか。そう、うん、でそこからまっすぐ出してくると、はい、こういう感じ、こういう感じで大丈夫ですか。こんな感じなんですか。はい、多分今までなんかそうですよね。こんな感じでしたね。そうですよね、はい、そうですよね。で実際はもうちょい下から出てきて大丈夫です、はい、ここまでまっすぐ出してくるっていうのは、うん、本当にしっかりこう叩きに行く時というか、はい、チャンスボールを叩きに行く時で、うん、ラリーする時はもう少し下から入ってきてもいいんですけど、はい、川越トレーナーの場合このイメージがあまりにも強い。そうですね、強いですよね、はい、ですからこっから、はい、巻き戻しで後ろに引いてみましょう。はい、で戻ってきます。このイメージをつけてあげるといいと思います、はい、で実際はここから多分ちょっと下に膨らんで、うん、こういう感じで当たってくると思います、はい、うん、では今のここで、まあ、こう持ってきましたね。でここから一回打ってみます。ここから当てて、はい、フォロースルーまでつけてみて、でミニラリーの時にやった少し手のひらに重たく感じるようにっていうのを意識しながら、うん、ここから出す、当てる、フォロースルーでちょっと打ってみましょう、はい、こういう感じで、まあ、こう当てたいですね、当てたい、ここに持ってきてる、はい、お願いします。でここからこういう感じでちょっとボールをスパンと打ってみましょう、はいはい、キーワードはもうミニラリーで学んだところと一緒です。もう重く感じるように、はい、ボールが少し重たく感じるようにっていうところ、はい、はい、気をつけましょう。で打点を、まず打点から、はい、でそのまま後ろに引いていきます。はい、いきます。もう一回、はい、もう一回、いいですよ。からこう後ろに引いていきます。ん、えい、後ろに引いていきます。いいですね、いいですね、いいですね。今ちょっと下に膨らましましたよね、ネットが多いから。これ無意識ですか、うん、無意識です、はい、あのぐらいで多分ちょうどいいと思います。最初はあまりにも本当に素振りでやったようにまっすぐ出てきました。これは相手のこっちに来るボールの力もないし、はい、踏み込みの力も入ってないんで、やっぱり、まはい、あれぐらいまっすぐだとちょっとパワー足りないけど、はい、少し下にこう膨らんであげるとボールをしっかりネットを越えるパワーが出てくるので、今ぐらいの若干の下の膨らみっていうのを使いながら、はい、はい、いきましょう。後ろ引いて、ナイスショー。手にどうですか、こうグーっていう感覚ありますか、うん、ちょっと重い感じがありました。はい、
OK、ラスト。もう一回。OK。今ので重い感覚はついたと思うんですよ、はい、ただおそらく横のカメラで見るとものすごく打点後ろやと思います。体に対して差し込まれるところで打ってます、はい、これやっぱり元々の多分あんまり良くない癖だと思うんです ね、うんうん、そうですね。やっぱり一番自分の力が入るところで、はい、そうですね、これぐらいやっぱり前では最低でも取ってあげたいなっていう感じです、はい、ここを目標にしましょうか。はい、ここで、はい、じゃあまあ大体ここやとしましょう。はい、お願いします。ここやとしましょう。ここですね。はい、もう一回ここからこう振ってみましょう。あれです、こう置いといて、まあ、ちょっと手でこうヒュッと後ろにはやってますけど、はい、もう本当に体の前で捉えるようなイメージでちょっと打ってみます。そんなに引かずに、引かずに、もう全く引かないぐらいのイメージです。全く引かない、はい、そこで取りたいですね。この辺で取りたいですね、はい、ここで取りたいですね、はい、そこからそのままフォロースルーをしてみます。難しいなこれ。ないしょ、難しいなこれ。だいぶですね、今のでラケットを出してここのイメージってできたと思うんですよ、はい、あ、こんなに前かみたいな、うん、今までどちらかというとこっちがメインで、そうですね、スイングを作ってたのが、standing in the street alone.